今回はインスタグラムでいただいた DM から視聴者様の皆さんにこのことについて何かあればコメントをいただきたいと思い動画を作りました。先にいただいた DM から紹介しますと、消防士の方から DM をいただきまして、この方は消防業務で LGBT の方々にも安心して消防サービスを提供したいと思い LGBT の勉強をしているところです。で、この方は救急車に乗る方なんですけれども、その LGBT の方々が安心してサービスを利用できるために消防側に求めるものは何かありますかということで質問いただきました。で、個人的な考えとして一つも回答はしたんですけれども、一人の人間の話よりかはいろんな方からの要望など、要望とか、お答えなどがあれば、より実体験とかあればより良い方向性に、みんながウィンウィンとしてね向かっていくかと思うので、ぜひコメント欄に、実体験でもいいですし、実体験なかなか救急車って乗る機会ないかと思うんですけど、実体験でもいいし実体験じゃなくてもいいので、こういったのがあるといいなとか、こういったことで困ったことがありましたとか、何かあれば下のコメント欄にポイポイこれに書いてもらえると助かります。でいただいたコメントをまた DM いただいた方にこういった要望がありましたということで返信を作っていきたいかと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。 LGBT という、くくりでくくるのもどうなのかっていうことも、様々な意見が出てはいると思うんですけれども、ただみんなと同じように生活をしたいだけなのに、その LGBT という括りがあることによって違う人たちっていう認識もできてしまうのかなって自分はちょっと思うんだけど、別にいいんだけどさ、別はそんな自分あまりそんな細かいこと気にしないからいいんだけど、これ回答にちょっと入れたやつだけど、先人が差別とかある中で立ち向かうっていうのもおかしいか、その声を上げて同じような同等の権利よっていうことで動いてきてくれたから、今やっとでその認知度も上がってきて、でみんなこの理解が広まってきて生きやすい世の中に今なってきているから、それはそれでね、いい方向に向かってきてはいるから、今はまたこの前は差別的な意味合いだったものが今度はいい意味での LGBT という考え方になって、でこれが次のステップとして今度はこの LGBT という言葉もなくなって、その分類とかに分けられないような世の中に、一個人を見れる世の中、そう、ね、あそうなんだってぐらいでね、普通なことなんだなって思えるぐらいになればいいかなとは思います。ただこの動画では LGBT という言葉で表現をさせていただきますが、そういうふうにしたいってわけではないんですけど、その点ご理解いただけたらと思います。わかりやすく、誰から見てもわかりやすくということで LGBT という言葉で挙げてます。余談なんですけれども、最近ネットで見た記事みたいのでいいなっていうのがあって、リューチェルさんが Twitter で挙げたこの内容がいいなと思いました。で内容が、男は化粧せず男らしく、女は静かに女らしく、それが日本の美徳だろうとコメントをいただきましたと。でそう思う方はそれで良いと思いますが、僕は思わない。日本は思いやり精神の強い美しい国だと誇りに思っています。その優しい思いやりを多様な生き方や個性的な考えにはなぜ寄り添えないの、残念っていうこのツイッターを上げたらしくて、その反響がよく29万6千いいね。別にね、男は化粧せず男らしくとか、女は静かに女らしく、これはもう個人の好みの問題ですよね。美徳だろとコメントしたっていうのは、この個人のタイプさ。でも人によっては男性でもこの女性の好みは違うさ。それは押し付けるんじゃなくて、それはこの個人の主観だから、別にそう思うのは自由だと思う。自分もね、このリューチェルさんと一緒で、そう思うのはもう本人がそう思ったらそれはそれでいいと思うけど、ただそれを押し付けるんじゃなくて、その男はこんな、女はこんな、日本人はこんなって一括りにするのは違うんじゃない、人個人個人の好みっていうのでいいんじゃない、一人一人の好みを尊重しましょうよ、これは別に、ね、思うのは自由だし、それは押し付けるんじゃなくて、その今抱えてたように、その日本は思える精神の強い美しい国だと誇りに思っています。その優しい思いやりを多様な生き方や個性的な考えにはなぜ寄り添えないのって言われて、もっともだなって、ね、
素晴らしいリューチェル、うん、いいなと思ってて、あと一個さ、別ので見たんだけどさ、ある女の子が好きって気づいたって、それをカミングアウトしたのかな。で男の人が男性とやってないから、要は食わず嫌いだろって、やったら考え方変わるよみたいな感じで言ったらしい。でその女の子の別の友達が、だったらお前も食わず嫌いの可能性があるんだと、男の人とやってみたらいいさ、やってからそれを言えみたいな感じで言ったっていうのがあってから、合ってる合ってる、うん、だから食わず嫌いって勝手に思ってるみたいな、これも自分もそうそう、だったら自分もそう思うんだったら、じゃあ男性と一回やってみてごらんって、やってみてじゃないと思ったら別に女性でいいと思うし、これはもう人それぞれじゃないのみたいなって言ってから、面白いなと思ったって。その人に魅力があったらさ、もう性別関係なく好きなんだよ、うん、ということで DM でいただいた質問の件について皆様からぜひコメントをいただけたらと思います。でこの、 その LGBT の方々が思うコメントだけじゃなくて、逆に今 LGBT のことについて学んでて、職場でとかこういう件について何か対応が困ったことがあったとかっていう言葉もあった方がいいかもしれないね。そしたら消防に限らず、消防に限らずさ、もしかしたらそのこういうことで困ることがありましたっていうのがあれば、その GM いただいた方にさ、こういったことで困ったこともあったようですってなれば、いろんな方向性で探していけるんじゃない。今何がどうなってくるかが分からない状態だから、こういったことで困ることがありましたよとかっていうこともあったら、なんかいいもの作れそうじゃない。予防策ができる、予防策とか、あ、じゃあこういう勉強もした方がいいかもしれないとか、こういったもの調べてみようとかさってなるかもしれないから、ぜひ当事者の方だけではなく、まあ、その逆に企業とか含めて、こういったことで困ったとか、こういう対応してなんかいいこともあったとか、なんかあればぜひぜひコメント欄にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。バイバイ。